ちょっとエッチなんじゃないですかって私が言いました。女彼女キモいでしょ。騎乗させてくださいよ、騎乗騎乗。カーテンオープン。来い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 。夏井さん、今年一年を漢字一文字で表すのは何ですか？早っ。いや1月よ。早っ。2024年1月。早っ。早いじゃない。それは感想じゃないですか。今の感想ね。横山さんはあるんですか？あるんですか？私？漢字一文字。今年もう分かるでしょ、予想が。私は急だなってことで、急。早に引っ張られてる。はい、ということで本日の企画は人気グラドル本人に写真集を紹介してもらいます。来ましたね。もはやこれ、もはやこの番組ですよ。そうですよね。引き出しというかグラドルでいくんじゃないですか、これから。いや引き出していくわけでしょ。引き出していきましょう、ね、グラドルから。今回は人気グラビアアイドル、はい、夏元あさみさんにお越しいただきました。やったー、ありがとうございます。お願いします。すごい。登場が芸人じゃないですか。いいんですよ。可愛らしいんですよ。可愛らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。夏元さんは2018年にグラビアデビューされたということで、うん、2020年にはハイレグが日本一似合うグラドル総選挙で見事1位となり、令和のハイレグクイーンの称号を手にされたと。こういうこうジャンル分けみたいなのされてるんですね。そうですね。コンセプトみたいな。はい、なんかみんななんか肩書き欲しいみたいな感じ。いやでもそう1位ですからね。ハイレグクイーンですから、令和の。そんな夏元あさみさんなんですが、はい、本日は DMM ブックスで配信中の夏元あさみファースト写真集ラストシーンについてご本人から魅力を存分に伝えていただきたいと思います。ラストシーン、ラストシーンね。ファースト写真集、はい、まずはいくつか写真を見ていきましょう。はい、こんな感じだって。わっ、あら、眩しい感じで、眩しい感じで、あー、光が綺麗ですね。光のね、感じがいいですね。あら、こっちは日本一じゃ、日本一なやつですよね、これ。いやいや、こっちも、こっちもね、うん、うん、まあ、そうですね。日本一なやつ。すごい音になってますね。あら、結構攻め攻めですよ。そうですね。5冊目ぐらいの内容ですよね、もう。分かんないですけどね。今そんな知らないでしょ。いや、分かんないですけど、5冊目ぐらいのなんか、ギリギリショットみたいな。ギリギリショット。うん、はい、多いですよ、そういうのが。ここでこんな企画に行きたいと思います。はい、夏元あさみの魅力発見、ベストショットはどれだ？これからテーマごとに写真集に収録されているお写真をお見せします、はい、その中から夏元さんご本人がベストショットだと思うカットを当てる企画となっております。はい、さらに優勝者には裏で二人きりになって夏元さんにしてほしいポーズをお願いしてグラビア個人撮影会ができるということで。これはもう早く僕も拙者やりたいんでね。拙者のやつを見せたいんですけど、一度もこの権利を得られない。本当に拙者のやつに本当にいるのか。私はここで行きますんだよ。嫌ですね、もう聞きましたもん、横山さんも。ではまず最初のテーマがこちらです。何でしょう。彼女と勘違いしたらあかんで彼女感ベストショット。あ、なるほど。得意そうだよね、探しが、ね、何枚か見ただけでも、うんうんうん、甘え上手なんじゃないですか、うん、まず A の写真がこちらです。はい、あ、かわいい。なるほど、うん、砂浜に文字書いて。B、 おお、サウナね。あ、いいですね。ロール、確かにいいね。あ、これもいいな。ザ彼女、いいですね。ザ彼女写真ですよね。はい、朝って感じで。この3枚の中で、あ、3枚か。夏元さんが彼女感ベストショットだと思う写真はどれかっていうのを当ててください。彼女感って言ったらもうあれしかない、あれしかないし、私はあれだなっていうのはあります、はい、そうなんです。あさみさんもいいですねって言っちゃったからな。これポーズしてくださるんですよね。あ、そうか、はい、そうです。じゃあ、はい、準備をよろしくお願いします。あ、準備を、お先にね、お願いします。お願いします。もう決まってますよね。まあ、はい、もうあれだろうなって、はい、せーの、 C、 C だとは思うんですけど、うん、C しかないじゃないですか。彼女感でしょ、うん、いやだって彼女感あってこれしかないですよ。まあ、まず B は別に彼女感ないし、うん、いやでもサウナデートでしょ。サウナデート A はなんかこんなやついないでしょ、こんな彼女。いやいや、いるよ、いるよ。いるこんな彼女、キモいでしょ。なんか書いて。いや、でもなんか写真集だとやっぱちょっと彼女感あるのかな。いやいや、こんな彼女の想像してる男やばいでしょ。
いないですか？確かに。絶対こん、うわ彼女になったら砂浜にこう書いてとか。キモ。いやでもまあ確かに。そんな親父います。これは意外に A なんじゃないかな。本当？なんで A ですか？彼女感はあるって。いややっぱ対してるっていう点では C とも一緒だし、はい、その海辺でのデート感。じゃあ俺は思い切って B にしてもいいよ。違うよ、してもいいよとかじゃないんだよ。みんなでシェアして食おうぜじゃねえから別にこれ。写真として一番好きなのは B なんですよ。ああそういうことね。一番露出も多いですから。確かに確かに、うん、私はやっぱ C、まあ、彼女感っていうこのタイトルからして、まあね、それはそうね。やっぱりこのシチュエーションは彼女ならではじゃないかなと思いますし。でもここで寝てるってことだからね、空いたら、うん、そうだよね。そうです、そうだよね。A っぽいよね。そうなんだよ、俺も考えたそういうのも深み、うん、俺グラドルの気持ちあるからやっぱり、やっぱりその、あそういうことか。引き出しのスタッフが下に何か用意してくれてるかどうか定かじゃないじゃん。いや B も地味すぎるもんね、空いた時に。開いた時にこれは。でも俺は B で。B で。じゃあ A、B、C でいきますか。よし。カーテンオープン。来い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 。私が彼氏とサウナデートしたいからこれやりましょうって言ったんです。好きなんだ、はい、そもそもそう。そっかやったすごいすごい、うん、どうですか聞いてて。聞いててでも最初絶対 B はないやろって言われたから、はい、うわーって思ったんですけど、うんうん、途中からその時もやられてたんですか。やってました。私かけちゃってるかけちゃってるなーってどうしようって。そういうことだ。じゃあ続いてのテーマはこちらです。カメラマンさん、こういう写真はどないですか。夏本あさみ考案ベストショットってことで。そう、これはご自身で考えた写真かポーズってことなんですか。ポーズっていうかシチュエーションっていうか、シチュエーションとかそこら辺も含めて。しかも撮りながら、うん、あこういうのもやってみませんかって言って生まれたショット。自分から言って。はい、そうです。あすごいな。そのうちの1枚が夏本さんが考えられたものってことですね。はい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 、A の写真がこちらです。あ、お風呂ですね。あ、これ何ですか。下半身にシャワー当ててるのか。腹とかね。お腹ら辺です。でもちょっと透けてますもんね、やっぱね。これも透けてますね。これは何でしょう。バイク。バイクに乗ってる。水着バイク。水着でバイク。わ、これもいいですね。あうわ、これはしちゃってチョコレート。あ、チョコレート、はい、ホワイトチョコレート、ホワイトチョコレート溶けたやつ、はいはいはい、あこの3枚の中で夏本さんが考案したベストショットはどれかっていうところですね。これむずいな。全部男が考案したとしか思えない、この感覚は。え、それはどういう時に思い浮かんだんですか。撮影中に流れこんなことをした方がちょっとエッチなんじゃないですかって私が言いました。なるほど。ああなるほど、わかりました。僕もあの分かりました。じゃあこの問題の正解も同じポーズをしてもらって発表してもらいますので準備をお願いします。はい、行ってきます。お願いします。せーの、 A。 あ、俺 C。 A、A、C ということで、え、じゃあ今田さんなぜ。僕はやっぱりあの胸元までやるかなっていうところの感じかな。 B はちょっとなんか難しいなという。またがってるってところなんですかね、うん、まあそうですね。あでも確かにまたがってる感じ見るとエロ気丈っていう。気丈ってそのスタッフさんから言われるとこっちが逆に言わないでおいたみたいな。まあまあそうですね、そうですね、そこら辺はありますね。でもバイクを騎乗しないっていうのもね。そうですね、確かに騎乗するものですからね。え、やついさん、あの C か A だなと思います。もう B はもう絶対ないと、はい、うん、こんなこともどうですかってなんかおっしゃった、はい、あのチョコが用意されてる時点で、うん、こういうのを取るつもりだったんじゃないの。わかります、私もそう思いましたよ。わ、まあね、かるけどね。でも A は自由度が高いんで、うんうん、濡らすつもりなかったけど濡らしちゃいます、まあね、みたいな。あと B もちょっと右足、俺 B にしようかな。右足見てるとエロいなと。さっきも俺これで B に変えて当てたんですよ、はい、そうですね、確かにね。俺 B にします。 B にします。うわ、ここ B のやついだね。え、いいのってことでしょ。
まあそう、まあもういいのって。めちゃくちゃ着てた説もあるよね、B。本当はすっごい着てた。ああ。ここで脱いじゃったらどうですかみたいな。あ、そうね、そういうこともある。そういうパターン。外だから。外でここはなんか普通にこう乗ってるシーンを撮ろうとしたのに、ちょっとねエクササイズ。あ、ここで私がまずパッて脱いじゃえばエロくないですかみたいな。なるほど。ことで。またがり方もね、なんかちょっといいんですよね。そうそう、いろいろ想像されちゃいますからやめませんかマネージャーは言っても、はい、いいのいいのよ、想像させちゃおうよ、騎乗騎乗させてくださいよ、騎乗騎乗っていうシーンですか。シーンですいや、じゃあ、まあ、また割れましたね、じゃあね、うん、A、B、C ということで、はいはい、よっしゃ、はい、カーテンオープン、よっしゃ、 B やろ、あー、はい、グラドルの心ありがとう、俺のC でした。 C はどう提案されたんですか。はい、は私がたまたま朝撮影前にホワイトチョコを買ってたんですね、はい、あ、ご自分のやつなんだ。はい、自分で食べようと思って買ってて、でそういえば楽屋にホワイトチョコあるんで、それ溶かして垂らせたらちょっとエッチじゃないですかって言って、すごい、そりゃ本人が言ったらよりエッチでしょ、そんなの。それはエッチですよね。続いてがラストになりますので、ラスト問題、はい、ラストは3ポイントですね。早いんだよ、はい、もう本当ですか、はい、すごい、辞退っていうのもあるよ、辞退、いや参加したい、参加したい、はい、分かりました、3ポイント、ラスト、これで勝ってるからな、はい、最後のテーマはこちら、これで落ちない男はおらへん、セクシーベストショット。ああ、これはもうセクシーね。これは僕らの方にちょっと利があるんじゃないですか、うん、そうですね、男性目線が多いでしょうからね。確かに、ちょっとこちら見ていきましょうか、うん、はい、A の写真です。おー、なるほ ど, るほど、座り方間違えた、ね、これねあー、なるほど、あー、なるほど、あ、でもこれはまた難しいぞ、またピッチャーに何かサインを出してくれてる私立じゃない、私立じゃない、ね、何かをサインを出してくれてる、サイン出してる、補給ができないよキャッチャーってことでいいですか、キャッチャー的な感じがありますよね、はい、この3枚の中で、はい、夏本さんがセクシーベストショットだと思う写真はどれか当ててくださいということで、あ、難しいな、いやもうセクシーで言ったらもう、うん、2つどっちかだと思うんですよね、まあ、私は決まりました。じゃあ準備を、あ、準備を、はい、準備をお願いします。せーので答えますか、はい、せーの、 B、 C、私は B はやっぱりあのヒップが魅力的なのかなっていうところで、まあ、まあ確かにね、でそのやっぱ肩のラインとかもやっぱ綺麗なんですよ、ラインがね、背中もすごい綺麗で、確かにね、 B か C だと思ったんです。ああ、やついさん、 C、 A は元気な、うん、元気な感じのショットじゃないですか、はい、セクシーとは違うんじゃないかと思って、うん、そうすると B か C で、はい、C はやっぱ C はこっちにサインを出してる感じ、うん、あ、キャッチャーのね、なんかこれで落ちん男おらへんやろっていう感じがしたんですよ。なるほど、うん、でも A も確かにな、俺も、あ、 A も、うん、ちょっとなんとか足のやっぱ長さのね、うん、その綺麗ですね、綺麗さとかその筋肉の筋の張りとか、うん、ああいうところにもセクシーさ感じるっちゃ感じるんで、あ、そっか、じゃあ俺 A に変えます。あ、じゃあ俺も A に変える、何だよ、そうやった、お前何なの、お前は何の気持ちもなしで変えるからお前ダメなんだよ。カーテンオープン、おい、来い来い来い、あー、あー、熱いやつ、やっぱりこれは C、 理由は昔こういうポーズを自分で撮って SNS に上げたら、うん、一番それがすごいバズって、だからやっぱりファンの人も好き な、るほど、絶対男性が好きなポーズっていう思ってこれを入れました。ということで優勝はやついさんです。ありがとうございます、いや初優勝ですよ、初優勝おめでとうございます。拙者気をつけてくださいね、はい、拙者ね、気をつけてください。優勝したやついさんにはカーテンの裏側で夏本さんにしてほしいポーズでのグラビア撮影ができますので、はい、ちょっとここからいっちゃいましょうか。ここからの拙者で大丈夫、大丈夫ですか、何か事件性を感じますけど、いいんじゃないですか、大丈夫ですか、すごいですね、触らないでくださいよ、いいです、いいです、ここですか、ここです、ここですかってなんだよ、うわ、撮影会いつですか、次本当すごいんですよね、やついカメラマン
マン の撮影どうでしたか、うん、でも最初からめっちゃグイグイ来られて、うん、逆にこっちの緊張も解けて、うん、あ、よかった、楽しかったですね。では夏元さんの写真集、夏元あさみファースト写真集ラストシーンは DMM ブックスで好評配信中です。僕、はい、一応高校時代写真部部長だったんです。え、すごい急に出てきましたよ